どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。ですね、ランクが120になりましたので、まあ、その記念と、まあ、追いガシャでね、いろいろやってみようかなと思いまして、やっぱり、霊式ママがね、欲しいということで、深追いしてみようと思います。交換条件がどうだったかな？1800ですね。1800なので、いけるか。いけますね。あと11回、11連ガチャ、いきましょうか。途中で出てきたらおしまいですね。では、いきましょう。おっと、そうだ、優勝ガチャ、いいね。優勝ガチャですね。いきましょう。さあ、どうだ。さあ、本当に、おっと、これは、ミッドウェイも来なかった。さあ、昇格はあるか。なし。残念。さあ、行きましょう。2回目ですね。追いガシャ20連目。さあ、どうだ？ミッドウェイが来ないっすね。ミッドウェイが来ないと、ちょっと。さあ、行きましょう。続いて。ミッドウェイ来ない。3連目も来ない。追いガシャの怖さ。金が2つ。金が2つ。でも、鳴りを潜めてるぞ。鳴りを潜めてる。さあ、行きましょう。さあ、ミッドウェイがやってきて、どうだ？ミッドウェイやってきたけど、これで昇格するか。お願いします、天才。ミッドウェイが何も来ない。さあ、行きましょう。10連ガシャですね。まあ、行きますよ。どうだ。ミッドウェイ素晴らしい成果ですけど、素晴らしい成果じゃないんですよ。さあ、行きましょう。33パレード。闇ガシャとなっております。闇ガシャとなってきております。さあ、追わなければよかったというふうに今なってますね。さあ、どうだ。昇格がね、ないっすね。さあ、優勝ガチャ、最後ですね。行きましょう。ミッドウェイやってきて、振り向きもしない。つらいっすね。さあ、昇格はなし。優勝ガチャ全滅です。優勝ガチャ全滅です。さあ、行きましょう。続いて、あと4連ですね。4連行きましょう。ここまで虹なし。ミッドウェイもやってこない。さすがにこれつらいな。泣きそうです。さあ、行きましょう。どんどん行きましょう。ミッドウェイやってきて、プルプル震えて、今度こそ虹確定か。虹は来ました。2つ来ました。ようやく来たようやく虹が来た。さあ、どうだ。あー、すり抜けです。この身は常におそばにあります。あー、ようやく来ました。霊式ママ霊式ママようやく来ました。ありがとうございます。私たちはこのような祭事を祝うことを許されるに至ったのですね。娘たちの涙を
ひとしずくでも拭うために、必ずや祭りを完遂させましょう。さあ、これでもう一つはすり抜け、もしくはピックアップですかね。さあ、おっと、関羽でしたか。関羽が上がるのはいいことですね。ん？どうだ？どうだどうだどうだ。あと2回ですね。もう引いちゃおう。引いちゃえ。バールちゃんですかね。パール。さあ、虹。お、何もなしに虹が来た。ミッドウェイ来てないよ。さあ、昇格は？天才が来た。天才。おっと、犀川原ちゃん。犀川原ちゃん。よく出ましたね、犀川原ちゃん。さあ、最後、行きましょう。さあ、どうだ。ミッドウェイがやってきただけ。今度は昇格ありえるか。天才。天才は来なかったです。はい、サンサンパレード終わりですね。お疲れ様でした。今日は悪くない品揃えだぜ。さあ、そしてガチャですね。ガチャの方で、違う、こちらサンサンパレード、バールちゃんですね。バールちゃんをいただきましょう。ありがとうございます。私の仕事は崇高なる冠を取り戻すことよ。はい、バールさんいただきました。お疲れ様でした。やはり深追いはしない方がいいということがよくわかりましたね。ただまあ、犀川原ちゃんが上がってくれたのが、まあ、せめてものというところですかね。泣けてくる。はい、というわけですね。やっぱり追いガシャとかね、そういうのはちょっと怖いということがよくわかりましたね。本当に怖かったです。でもやってすっきりしました。ありがとうございます。ではね、今回の動画はこれで終わろうと思います。最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサボタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサボタイ。